皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。近頃暖かくなってきて、ようやく春らしくなってきたね。そうですね。春の訪れと一緒にやってくるのが花粉です。もう鼻水が止まらなくて困ります。今年は特にひどいって言うからね。あまりにも止まらないなら病院に行ってね。ありがとう。止まらないといえば、三笘の活躍、快進撃も止まりませんね。三笘と鼻水を同じように言わないでよ。でも確かに、今プレミアを席巻している三笘は止めるのが困難だね。週末のリーズ戦でも、二つのゴールに絡む活躍でしたね。どの試合も徹底して三笘対策をされている中で、変わらず活躍ができているね。リーズ戦はベテランのエイリングと対峙したけど、やはり一人では手に負えないという感じだったね。ただ、試合は引き分けてしまって勝ち点を落としましたね。二度のリードを追いつかれてしまったから、監督としては悔しい試合になったかな。この試合、リーズらしいインテンシティの高さと、ブライトン戦への準備が見えたね。具体的にはどんなところですか？ブライトンのビルドアップに対して、どのチームもカイセドとグロスの2ボランチのパスコースを抑えて、センターバックにも前からプレッシングに行くやり方が多い。そのイメージがあります。でも、ブライトンもハイプレスを誘い込んでプレス回避していくので、相手のプレッシングがなかなかハマらないのも現実なんだ。フラム戦の時も、ハイプレスに来ても強引に中央へパスしていましたもんね。ダンクからのロングボールも効果的に挟んでいたよね。では、リーズはどんな準備をしていたんですか？基本ベースはさっき説明した形だよ。アーロンソンとバンフォードが2ボランチのパスコースを消すような立ち位置を取る。それに加えて、2ボランチの後ろにアダムスとロカを配置してボールを取れるように準備していたよ。パスコースを切るだけでなく、パスが出た後に取れる選手も置いていたんですね。その通り。なので、2ボランチの周りには常に4人のリーズの選手がいたんだ。こうなると、センターバックから中央へのパスは通しづらいですね。ダンクとウェブスターがパスコースを探している時間が結構あった感じがしたよね。リーズは、2ボランチのケアを中心に、センターバックへは牽制程度のプレッシングだったけど、時を見て強くプレッシャーに行くメリハリもあった。下からのパスコースが多くないので、ロングボールを蹴ったのをリーズが回収する。このようなプランニングでリーズが準備していたんじゃないかな。リーズはピッチ中を走り回っているイメージですけど、意外と緻密なところもあるんですね。それがビエルサからマーシュへと移っても変わらなかった哲学というものかな。ただ、前からのプレスを剥がせれば、ミドルからファイナルサードにかけては押し込むことができていたね。先制点は、ウェブスターからグロスへのパスでゴール前に持っていきましたし、オウンゴールを誘った2点目も、中央へのパスで徐々に前進していましたもんね。後半は、ファーガソンのポストプレイが増えて前進もしやすくなっていたね。2点目はなんといっても三笘のドリブルだね。一瞬のスピードでエイリングを置いていきましたよね。2点目までの三笘は、今までのように2対1や3対1を作られていたので、なかなか自分の形で仕掛けられなかったし、周りを生かすようなパスにとどまっていたよ。前半はほとんどドリブルの場面を見ませんでしたもんね。先制点の場面も、ドリブルではなくてヘディングという珍しいパターンだったね。逆サイドの選手がボールを持っていると、三笘はファーサイドのゴールエリアの角にポジション取りをすることが多い。この場面はグロスからだったけど、大体あの辺に三笘がいると把握してクロスを上げていると思うよ。いつしかのコメントでも、入る場所をイメージしているような発言をしていましたよね。あとは、中央のマクアリスタがよく見えていた、という先制点だったんじゃないかな。2点目は三笘らしい展開でしたね。1試合で数回になってしまったドリブルの機会で、あれだけ決定的な仕事をしてしまう。ブライトンに違いを生み出しているのは、間違いなく三笘だね。ペナルティエリアの角からエイリングと対峙したけど、リーズのカバーはカットインの警戒だった。そのため、縦の突破に関しては瞬間的に1対1になったんだ。その隙を見逃さなかったんですね。ベテランで対人に強いエイリングだけど、あのスピードについていくのは容易ではない。縦にドリブルを始めた時点で勝負ありだったね。ゴッホの位置も少し離れていましたもんね。これには、現地も高評価なんじゃないですか？毎度おなじみ、サセックスワールドは最高タイの8点と採点し、27分の素晴らしい守備でエイリングの決定機を阻止、マクアリスターの先制点を頭でアシストし、彼のクロスが2点目を生み出した。堅実な守備と冷静なファイナルサード。と高評価だったよ。序盤は守備での貢献度も高かったですもんね。そして、サセックスライブでも最高タイの8点の採点で、前半は非常に静かだったが、正確なヘッドでマクアリスターの先制点をお膳立て。その後エイリングをかわして再びゲームに参加し、2点目を生み出した。彼が違いを生んでいるように見える。
と、これまた高評価。活躍しても三笘、しくじっても三笘、毎度紙面の話題は三笘ばっかりですね。旬の選手である証だし、実力が認められていることに他ならないよ。ただ、勝負をしている当事者はやはり冷静で、試合後のインタビューに三笘は、こういう試合を何度もしている。教訓を生かしきれていないのは残念。と、不満をあらわにしていたよ。先制点のアシストに関しては、ゴールに絡めたのは良かったが、他のところで脅威になりきれていなかった。もう少し自分から言ってもいい場面もあった。と、コメントしているよ。あくまでも勝てなかったこと、前半のうちに仕掛けきれなかったところにまだまだ課題を感じていそうですね。本人におごりがなければ、まだまだ成長できるね。クラブが選定する2月の最優秀ゴール賞、最優秀パフォーマンス賞をダブル受賞するなど三笘はもうブライトンの顔。ブライトンも新たにツイッターの日本語版アカウントを開設するなど新規ファンの開拓にも一役買っている。まさに私たちのことですね。また同点に追いつかれてしまったことに関してはデデルビ監督も、我々は良いプレーをしたと思うので、結果にはがっかりしている。リーズを相手に我々は勝ち点2を失った。と、悔しがったよ。終盤は、結構疲労の色が見えていましたしね。リーズの強度に合わせていれば半ば仕方ないところがあるかな。選手のパフォーマンスに関して指揮官は、我々のパフォーマンスの質には満足しているし、メンタル面では我々はライオンのようだった。と、称賛していたよ。なるほど。一日寝そべって、夕暮れ2時間ほど活動しているってことですかね。誰がそんなリアルなライオンの生態と比較すると思ってるの。百獣の王という部分を切り取りなさいよ。一方で、スーパートムの方はどうだったんでしょうかね。話題をそらしやがったな。富安だね。後半の最後10分の出場だったけど、試合をしっかりと締めていたね。クリーンシートに貢献し、アーセナルはアウェイのロンドンダービー5試合に完封勝利。これはプレミアのみならず、イングランドフットボール史上初の快挙となったんだ。内容も圧巻でしたし、優勝筆頭のチームになってきましたね。間違いなく優勝候補だけど、アルテタ監督はこのことについて、優勝候補それはわからないね。我々はただ、謙虚になること、次のトレーニングに取り組むこと、毎日成長するために努力することを話し合っており、それだけにフォーカスしている。まだシーズンの大半が残っているんだよ。と、あくまでも目の前のことに集中することが重要だとコメントしているね。守備の用心棒的な存在として、冨安の出番が増えるのが楽しみですね。ヨーロッパリーグではかなり良いパフォーマンスだったからね。実力があることを改めて示せたし、終盤戦の重要なプレイヤーになるんじゃないかな。そうですね。ビッグマッチであればあるほど、シティ戦のようなミスが大怪我になります。でも、それを成長の糧に頑張ってほしいです。アーセナルにいるからこその悩み、苦しみというのが絶対にあるよね。そんな悩みなんか気にすることないさ。冨安選手には、こんな言葉を授けましょう。どんな言葉？白生タタ。え、白生タタ？白生タタなんていい響きなんだ。ライオンに引っ張られすぎだよ、ミュージカル始めないでくれ。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。